何を一番見てほしいですか？仕事運を見てほしいです。最近日本でのイベントもしましたし、仕事が一番気になります。わかりました。じゃあ仕事運を一番先に見させていただきますね。では生年月日と生まれた場所を教えていただいて、それでホロスコープをこちらで作って、そこから西洋占星術で見ていきますね。はい、ジェヒョンさんは仕事運いいですね。もともとかなりジェヒョンさんはエネルギーが強い方なんですよ。生まれ持ってのエネルギーがものすごく強いですし、生きる活力にあふれてますね。外見は非常にイケメンで物静かな感じで落ち着いた雰囲気を持っている方なんですけれども、ものすごくエネルギーがあって追い詰められた時にパワーを発揮するっていうのはもちろんなんですが、普段からエネルギーはかなりありますね。大体何をやってもうまくいくというか、何をするにも勢いがありますね。行動力もありますし、先天的にパワーがみなぎってますから、全体的に仕事運は一生を通じてとても良いです。ジェヒョンさんは自分が全力を出したら、他の人の全力よりもかなりすごい高いレベルの力っていうのが出せる方ですね。それにですね、ジェヒョンさん頭がいいですね。本当に頭が良いです。これは学校の勉強ができるっていうのもそうなんですけれども、テストで点数取るのも上手ですね。能率がいいんですよ。何をしても能率が良い方で、勉強の仕方も上手ですし、物覚えも良いですし、インプットもアウトプットも得意、非常に恵まれた頭脳で頭の回転が速いです。5歳から10歳までアメリカに住んでいました。小学生の時は生徒会長でした。また中学生の時は建築家になりたいと思っていました。そうなんですね。そしてそれだけじゃないんですね。どんなことでも冷静に合理的に考えることができて、感情を挟まないで何事も色眼鏡なしに見ることができる。本当に頭が良いって言っていいと思います。これがジェヒョンさんにとっては生まれた時からの当たり前なので、普通だよっておっしゃるかもしれませんけれども、なかなかここまでの頭が良い方っていうのはいませんね。ですから非常に学生時代も頭が良かったでしょうし、勉強もちょっとしただけでもいい点数が取れたりしたんじゃないですか。そしてですね、お勉強ができるっていう頭の良さだけではなくて、天才的な発想ができるということです。普通の人が考えつかないようなことを考えつく方ですね。ですから何かを発明したりっていうのも得意なんじゃないですか。ジェヒョンさんは常識にとらわれない方なんですよ。世の中の常識だからそれに従わなきゃいけないっていう気持ちあまりもともと持ってませんからね。なので良い意味で常識にとらわれていない方なので、自由な思考ができるんですね。それが本当にジェヒョンさんの素晴らしい長所の一つです。ですからこれからはアイドルとして言われたことをしているだけではなくて、自分がプロデュース側に回ってもいいんじゃないですか。ジェヒョンさんがプロデュースしたものっていうのは世の中の人に多く受け入れられるはずですよ。それぐらい斬新で人気が爆発するような素晴らしいアイデアをもともと持っている方です。それにですね、ジェヒョンさんはスケールが大きな生き方ができる方なんですよ。これは逆に言うとスケールが大きな生き方しかできないとも言えます。なので上から言われたことに従ってただ働いたりただ生きているっていうんではなくて、今まで誰もしたことがないことに挑戦したり、韓国だけではなくて他の国にもどんどん進出していって、広い世界で活躍したりっていう方がジェヒョンさんに合ってると思いますし、自分でもそちらの方がしっくりくると思うんですよね。なのでこれからも非常に仕事運は良いんですけれども、小さく収まらないでほしいです。 K-POP っていう業界だけにとどまらないで、いろんなことに挑戦する、または K-POP の業界にずっといるにしても、今までにアイドルがしたことがないようなことに挑戦するですとか、とにかく改革をしていってほしいですね。革命を起こしてほしいですし、それができると思います。ジェヒョンさんはもともとエネルギーがあるだけではなくて、頭を使ってどうすれば効率的に良い仕事ができるかっていうのを常に考えてますから、非常に素晴らしい成果を出せると思いますし、今までも出してきたと思います。その仕事運をこれからもっと活かしていくために、ジェヒョンさんのラッキーナンバーっていうのを
今から言いたいんですけれども、ジェヒョンさんは3という数字を意識するといいんじゃないですかね。 T は23人いますけれども、その中で3番目に何かをするですとか、ジェヒョンさんを含む3人組でユニットを作るですとか、とにかく3っていう数字を意識していくといいと思いますね。ジェヒョンさんとユニットを組むといい人っていうのを挙げてみたいんですけれども、ジェヒョンさん、ユータ、あともう一人の誰か、この3人グループはかなりいいんじゃないですかね。じゃあ次は恋愛運と結婚運を見てほしいです。少し気になります。恋愛運と結婚運ですね。ジェヒョンさん、あんまり恋人を求めてないんじゃないですか。口では恋人欲しい欲しいって言ってますけど、そこまで心の底から欲しいと思ってないような感じするんですよね。だからなかなか恋人ができないのかもしれないですよ。ということは逆に言うと、本気でジェヒョンさんが求めればすぐにでも見つかるんですけれども、今のところは仕事や他のことで忙しく、そんなに恋人絶対欲しいと思ってない、恋人に慰めてもらいたいですとか、恋人が心の安らぎっていうわけではなくて、他に自分で心の安らぎを得るような術はありますし、またジェヒョンさんは友達多いですよね。いろんな人種の友達がいると思うんですよ。年齢も人種も性別も職業もそういうものを問わずに、あらゆる分野の人たちと仲良くできる、そして実際仲良くしてると思うんですね、ジェヒョンさんは。それがジェヒョンさんのものすごい素晴らしい資質なので、そのように広く浅く付き合ってる方なんで、そこまで恋人一人だけに自分の時間を使いたいって思ってないですよね。その気持ちがこれからもしばらく続くと思うので、すぐに恋人ができたり、ましてや結婚っていう風にはならないんじゃないですかね。まあいずれ結婚したいなって思う時が来たら、もちろん結婚相手っていうのは見つかるとは思うんですけれども、なかなかすぐにそういう気持ちにはなれないと思いますよ。ただですね、ジェヒョンさんは自分が心の底から恋人や結婚相手っていうのを今のところ求めてないっていうのが理由で、そんなに恋愛運結婚運がいいっていうわけじゃないんですよね。仕事運に比べるとそういう風になってしまいます。もちろん自分が望めば恋人もできますし結婚もできます。ただ本気でそう思った時に気をつけていただくといいのは、自分は恋人と同棲したり、または結婚して奥さんと一緒に住んでたりすると、なかなかその身近にいる女性の気持ちを理解することができないというか、難しい性格なんだっていうのを今のうちから自覚してもらうといいかもしれないですね。ジェヒョンさんは非常に優しいですし、常識人ですし、女性のことをエスコートしたいっていう気持ちもかなり強いですので、普通に外でデートしたりしてる分には十分というか、十分素晴らしいんですよ。ただ女性と一緒に暮らすとなると、女性が思っていることや察してほしいと思っていることなど、そういう空気が読めないっていうところがあるので、それが原因で奥さんと不仲になってしまったり、恋人といさかいを起こしてしまうっていうことがあるかもしれないので、もし結婚する場合には奥さんの言うことは全部聞くと、奥さんが言うことをはいはいわかりましたっていう感じで素直に聞くっていう感じを持っていた方がいいんじゃないですかね。たとえうちの奥さんは間違ったこと言ってるなと思ったとしても、全肯定してあげて一旦受け入れるっていうことができればうまくいきますね。一番いけないのはその場で反論したり、または話を全く聞いていないっていうのが良くないので、それでなくてもジェヒョンさんはひょうひょうとしているところがあって、奥さんや恋人から見ると、この人は私の話ちゃんと聞いてるのかなっていう感じに思われてしまう傾向がありますね。奥さんや恋人の言うことを真剣に受け止める、一旦は全部肯定してあげるっていうことが仲良くするための秘訣ですね。またジェヒョンさんが今後結婚をするとしたら、結婚相手はどういう人になるのかな。じゃあその人を見てみましょうね。はい、ジェヒョンさんは仕事仲間や友達の中から恋人を見つけて、そういう人と結婚しそうですね。先ほど言ったようにジェヒョンさんは非常にオープンな人間関係を築くことができる方で、年齢や人種、職業などにとらわれないっていうところがあります。ですから、あらゆる分野の人たちと交流を持って、そういう人たちと仲良くしていくっていうところがあるので、
そんな中から信頼できる恋人や奥さん候補が見つかるはずですよ。良いことばかりではなくて欠点というか、今後気をつけた方が良いことがあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。はい、そういう質問が出るところがさすがジェヒョンさんだなと思うんですけれども、そうですね、一番気をつけるとよろしいこと、これは仕事も人間関係も恋人関係も結婚生活も全てに当てはまるんですけれども、ジェヒョンさんはスーパーヒューマンすぎるんですね。心も体もかなり強くて、同じようにそこまでの強さを持っている人っていうのはほとんどいません。仕事仲間の NCT のメンバーの中にもジェヒョンさんと同じぐらいの体力精神力の人っていうのはそんなにいないんですよ。ジェヒョンさん以外のメンバーも皆さん選ばれた人たちですから、かなりすごいですし、普通の人に比べれば精神力も体力もかなりあるんですけれども、そんな中でもジェヒョンさんは心も体も強いですね。自分についてこれない人っていうのがおかしいんじゃなくて、自分が突き抜けているんだと、周りができないんじゃなくて自分がすごすぎるんだっていうことを謙虚に受け止めるっていうことが大切かもしれないですね。これは決して自分はすごいんだっていうふうに鼻高々になって自慢するっていうのではなくて、自分は生まれつき心も体も強く、それはありがたいんだけれども、他の人たちもそのように生まれてるかっていうとそんなことはないので、できない人たちに向かってなんでできないんだろうって思うんじゃなくて、温かい目で見守ってほしいですね。そして自分とは違う方面の能力が発達しているだけで比べることではないんだと、できるかできないかで能力を比べることじゃないんだっていうことで、とにかく周りの人たちに対して高いレベルを求めすぎないっていうことが大切かもしれません。それだけを気をつければジェヒョンさんは非常に自由な精神の持ち主ですし、常識や規律にとらわれすぎない、非常にオープンな方ですからね、誰からも好かれます。またこれから先 4,5 年間はずっと運気が良いです。仕事運も良いですし、健康運も友達運も全て良いですから、この素晴らしい運気に乗って十分に活躍してください。応援しています。